毎日これ分かれへんよな、はい、昔よう跳ねるとかで女装とかやってたけど、はい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 、メイクさんにやってもらってるから自分でオリジナルで、うん、この道具がこれに使えるんだとか、うん、この部分にはこれもう全然分かれへん、分かんないですよね。ちょっともう想像でやるしかない、ね、そうですね。え、なんなんこれ。ちょっとじゃあある程度までいったら我々はちょっと見ないときましょうか。そうや、見ん方がええんちゃう。ああそうですね、うん、ほぼこのジャムポシェットに入ってるのでフル装備ですからね、うん、メイク道具として。これ誰のええのを使って大丈夫。あ、帰らしこう。ああお手伝いさんしてくれてごめんね、お借りするね。多分使い終わったらもう全力で捨てるでしょ。なんでやねん。カジワラ菌がついた。いいな。カジワラ菌って何？カジワラ菌って何？メイクしてくださいよ、早く。嫌になっちゃう。どうに？いや、本当嫌になっちゃって、もうすでに女性の気持ち。カイさん、やっぱ気持ちから入る。そうですね。はい、ほら、一気に女の子っぽくなったぞ。ちょっとじゃあ一回、はい、我々はじゃあちょっとこっち向いておきましょうか。うん、はい、毎日楽しみっすね。楽しみだね。ハードル低くしよう。なあ、もちろんもちろん、はいはい、めっちゃ変わりましたっていう感じじゃないから。うん、ナチュラルメイク的な、あの、かわいい、かわいい、うん、OK。 あ、お、OK。 それではできました。じゃあ、矢崎さん、はい、見てください。化粧によって美しくなった、はい、梶原裕太さんです、はい、どうぞ。いや、わかりますよ、わかるけど。あ、ちょっと可愛いじゃないですか。でもちょっと本当に梶原さんのお母さんそっくり。それかボリシェンサーカス。